ルダハートの激震。物価のチェックに参りました。なんか結構どうなの物価っていう話が普通に普段の会話とかでよくあるので、ぜひ今回はそれをご紹介したいなと。まあそれだけじゃなくて、ここのあのビクシー結構お土産も揃ってるのでおすすめです。1個だけちょっとお土産シリーズに追加していいですか。なんでもないようなことが、てかなんでもないように見えるでしょこれ。なんかそんな美味しそうにも見えないでしょ。でもこれめっちゃ食べると幸せになる。なんか止まらないの。これあの値段も結構お得なんですけど、ぜひ普通にあのつまみとして食べてみていただきたい。物価チェックなんで、まあ普通に日々皆様が召し上がるものですよね。ということで乳製品コーナーにやってまいりました。はい、乳製品エリアにやってきました。まあ多分皆さんがよく召し上がるであろう牛乳パックで比べるといいですよね、多分同じサイズ感で。はい、こちらのこの牛乳パック、お値段が47バーツ。この真ん中の青いの見てます、パラチャイズ牛乳。これ多分1リットルっていうか同じ紙パック牛乳が47って4かけして200円。200円ってどうですか、最近の1リットル牛乳でいくと。1リットル。あとそしてチーズですね。あのタイは輸入品結構高いんでチーズ比較的高いです。じゃあ日本にあるカマンベールチーズと比べるのどう思います。普通にその同じチーズを食べようと思った時に、日本のチーズを食べようと思うとそれはちょっと輸入なので199かかりますけど、このハッピーカウとか多分これも輸入品なんですけど、だからチーズ全体的に150から200するってことは高いですよ。だってこれ、あ、でも見てください、物によってはこうやって多分これ1プラス1って書いてある。これ1プラス1だったら、まあいやでもそれでも600円で1プラス1ってことは1つ300いくらしますからね。バター、バター、乳製品攻めすぎ。バターもこの辺バターの多分オーストラリアかなんかのブランドじゃないですか。これ私もいつも買うのこの辺なんですけど、オーストラリア系バター。まあこのオーストラリア一番安いの比べても63バーツ。何グラムかちょっと見ていいですか。失礼します、90グラム、90グラム、63バーツ、4で240円ほど。まあバターってもともと安くないですよね。卵コーナー行きます。もちろんこの間ね、私がどっかの動画でお伝えしたあのこういった卵、ほらローカルのねスーパーの卵じゃなくて結構こんなサイズで買ったりするんです。日本ではなかなか買わない数ですよね。こうやってローカルのマーケット、市場とかに行ったら安く買えるんですけど、まあ、スーパー価格で、今日は普段買うであろうスーパー価格で比較しているので、平均を取ったとしてもこの辺り全部見ていただいたら、一番安い卵で72、これね同じメーカーなのに値段違うじゃないですか。何が違うんだろうって言ったらサイズなんです。0と1とみたいな感じで、サイズごとに値段違います。 XL これだったら、でもうちょっと粒がちっちゃいものになるとちょっと安くなります。大きいのしかないんかな。私が行くところ普段行くビクシーはもっとちっちゃいのありますよ。まあだからこのサイズで行くと75なんで、まあだいたい280円ぐらい。安いとこでもうちょっと粒がちっちゃいもので60何本、58とかもたまにあります。日本で卵買うとき逆にですけど、粒そこまで気にしたことなかったかもしれない。タイは結構ね4段階ぐらい売ってあるんですよ。なんかそのサイズで値段が違うんです。コーラの値段見ません、やっぱじゃん。やっぱり皆さん多分飲まれるコーラです。これ多分2本でこの値段なんですよね。多分1本じゃないと思うでしょう。2本でしょ、これ2本で34だと思うんで、1本を半額と思っていいんですかね。これは安いですよね。だってこの大きいやつでこれまた80円、23ですよ。サイズが1リットル、1リットル100円以下、80円ですよ。あんまコーラ飲まないから分かんないけど、まあそうだ、日本はペットボトルはもう150円の時代ですよね多分。いや分かんない、私もちょっと今あの感覚がいろいろ香港とかとぐちゃぐちゃなんで、香港と比べたらすっごい安いと思うけど、でも日本でスーパーであの緑茶を買うじゃないですか。私値段99円ぐらいだったの覚えてます。税入れて100円ちょっととかかな今、お茶とかだったら。でもね、私そう今ここで話したかったんですけど、それこそ多分また2回目になったらごめんなさい、砂糖税があるんです。タイって砂糖税ってタイだけじゃなくて東南アジアの国で課されてる国があるんですけど、どうやって砂糖税が決まるかと言いますと、
こういうジュースに1本に含まれている砂糖のグラム数が決まってて、そのグラム数が一定値を超えると法人に対する課税がもっと増える。背景にその東南アジアの国とかで砂糖をめちゃめちゃ過剰摂取する、過剰っていうよりは非常に多くの砂糖を1年間の中で消費していると。でなんかデータいろいろ見てたんですけど、タイの方が1年間に消費するシュガーの量が36キロかな39キロかな30後半だったんです。で世界平均が20キロぐらい、日本人が15キロぐらい、だからもう日本人の2倍以上の砂糖を取ってる計算になりますよね。まあ、こういうチャトラミューとかも砂糖 130% できるぐらいだから、コーヒーとかにも砂糖入ってるぐらいだからですね、まあ、なかなかなんて言うんだろう、砂糖の消費がすごいってことは国民の健康が気になるということで、多分そういうところを気にした政府が課したのが砂糖税。日本ないでしょね、多分砂糖税あるのかな日本も。まあ、とりあえずタイってジュースがめっちゃ辛くて、もちろんアメリカでも世界有数の砂糖消費国とか、一人国民あたりめちゃめちゃ消費するじゃないですか。アメリカでもお茶にシュガーが入ったんですけど、タイでもお茶にシュガー入ってます。なんでお茶買ってみたら、え、甘いじゃんみたいなことがあるので気をつけてください。こういうお茶もノンシュガーって書いてあることを確認してから買ってください。なんで私いつもこうやって見た時に、ほらこれとか静岡茶でめっちゃお茶っぽいけど、マイルドリースウィートフリーって書いてあるので、ちょっとほのかに甘いってことでしょ。これは多分大丈夫。これでもこの麦茶高いですよ。やっぱその日本の麦茶は30バーツなんで120円するからですね。日本もちょっと安いかも、同じぐらいなのかな。これたまに飲むウーロン茶でも、こういうその無糖のお茶とか買おうとすると結構普通に水買うより全然高いんですよね。あとこっちカラフルなファンタ、タイといえばこのカラフルなファンタたち、定番の味だけじゃなくてこの辺めっちゃ色がすごいっすよね。これとか原色だもん。なんかタイってビールとかにも結構シロップ入れちゃう系なんです。結構居酒屋とかに行くとフレーバードビアっていうものがあります。缶詰コーナーに参りました。まあ、シーチキン見てみましょう。シーチキン、私買うシーチキン確かこの辺買ってます。私これ買っ、これ確かツナステーク、ソイビンオイル、こういうの使ってます。私は結構大きくって1回の料理で使い切れないんですよね。だからもうちょっとちっちゃくてもいいのかなって最近思ってるんですけど、こちら1缶グラム数が165グラム、165グラムで49200円、高いですよね。高っ。そうなんですよ、結構高いなって思う。いつも買いながら目に入ったものから、これ次ポテトチップス、私大好きな味、このソルト&ビネガー、めっちゃ好きなんですよ、ソルト&ビネガー。まあ、レイズのタイバージョンが多分一般的値段ですよね。日本のサイズったらこれ、日本のサイズったらこれですよね。オリジナルレイズポテトチップスの値段が45、これが 112g 112g ですね。こちらが45バーツってことはおよそ200円弱、日本円が今安いからそう感じるだけですよね多分。だってポテトチップス1袋200円って高いですよね。まあでもおすすめの味はソルト&ビネガーです。ソルト&ビネガーちなみにタイの味じゃないです。多分もともと普通にアメリカのレイズとかで出てるソルト&ビネガーがめっちゃ好きで、タイといえばやっぱマンゴー、マンゴーやっぱみんな買って帰るじゃないですか。1パックいくら売ってるんだろう。あ、見て見て、でめっちゃなんかもう豪快に皮もったいないぐらい剥いてますよね。日本やったらもうちょっと薄くくる。綺麗だけどめっちゃもったいない、もっと食べれると思いながら。美しい、スワイん、おースワイ、スワイめっちゃ皮もったいない感じだけど、まあ仕方ない。これをさ、だからいくらで売ってるかですよね。マンゴー1かけらの値段がこちら89、360円ぐらい。まあ、日本はマンゴー手に入んないからそれはちょっと比べるものにはならないんだけど、これ丸かじり美味しいですよ。冷蔵庫に入れてキンキンに、冷凍庫でもいいですけど冷やしてアイスみたいに丸かじりする。あとこれ私の大好きなドラゴンフルーツちゃんなんですけど、この赤いドラゴンフルーツちゃんがちょっと高いんです。ここ白いのが59で赤いのが79、ちょっと高いんだけど、赤食べるとすごいですよ。次の日
ちょっと皆さんトイレ行ったらびっくりするらしい。はい、皆様パンコーナーに参りました、まあ、一般的な食パンっていうのがこちらですけど、多分一般的、本当に一般的に召し上がられる食パンはこれだと思います。多分この価格帯だと思う。そのこっちってパン屋さんの食パンみたいな感じだと思うんですよね。ベーカリーコーナーなんで、だからちょっといいパンな気がするんです、まあ、こっち多分一般的にその売ってあるパン、ちょっとちっちゃめなんですけど、値段がなんと25バーツ。枚数日本っぽいので比較するとこれでも、これは多分ちょっと栄養価が高いものとか入れてあるんですよね。そのシード系ちょっと高いですよね。200円します。こちら普通に、逆にこういうパン結構量入ってるんですね。パン屋さんのパンっぽいけど、これ42だから、この量で42ってことは160円ぐらいたら別に全然いい。普通のスーパーでもやっぱりちょっとこうやって並んであるんですね、一匹ごと。日本ってなかなかこの一匹ごと売ってあるのってサンマぐらいじゃないですか。すごい、サバも美味しそうに並んでる。まあお肉もこんな感じで売ってあるから、こんな感じでまあ買うこともたまにあるんですけど、やっぱりちょっと日本人としてはパックされてる肉の方が気になると思うのでお立ち台に登ってるかわいいわ。まずじゃあ鶏肉からいきますね。皆さん気になる鶏肉なんだろう。ささみ、ダイエット食、ささみ、チキンささみ、パックされてて53バーツ、1パックこの量で 100g ですかね。53、200円、結構お得、結構お得。これは胸肉、胸肉がこの1パック何グラムだろう、89とか入ってて59、240円。お得なんじゃないですか、チキンは。やっぱりチキン、あともう一つ行くなら手羽付き、手羽付きで44 89g で44です。これどこだろう、ドラムチキンっていうのかな、なんかの唐揚げとか作るときにね、骨付きで44。こっちが多分大きいドラムで61です。まあ肉、チキンね、結構いい感じ。これなんだろう、何のブロード、チキンブロード。結構なんか肝みたいなのが充実してますよ、インテステンこの辺だって肝とかやん、すごいね。はい、次豚いきます。まあ皆さんがよく召し上がられると思います、豚バラって、あの薄い豚バラあるじゃないですか、薄切りで意外と見つけるの大変なんですよね。なんで結構もう買えるって言ったらこのサムギョプサルのこのお肉ですよね。三枚肉というかが、まあよくあの手に入りやすいものの一つなんですけど、豚バラですもんね、ここ。はい、お値段240g ですよね、これ多分240g でおよそ440円。全然これが安いのか今一言も出てこなかった自分がいて、大丈夫か私って思ったけど。ミンチいきます。このミンチでも多分いいミンチじゃないですか、ちょっとこのブランドは。このミンチちょっと多分なんかブランド、いいブランドだと思うんですよね、比較的高そう。これ何グラム、318g かな、 0.318 だからで104、 300g あんのかな、この量に。だからまあ400円、 300g で400円。全然今ピンときてない、これが高いのか。そんなにめちゃめちゃ高いと思わないで、日本って最近お肉高いじゃないですか。まああの量で400円ぐらい。はい、ビーフですよ、問題は。めちゃリアルな、トンソク、トンソク、トンソク。おお、逆にこういうミンチ見てください。こういうミンチだったらキロ当たり109じゃないですよね。じゃあめっちゃ安くなるはずですよ。 Is this a kilogram? あんにキログラムの中、キログラム So good price, thank you。 だからこういうなんかやっぱ出してる方が安いんだな、加工されてないというか、パック化されてないから手が込んでないというか。あっちもキロですよね、隣も。だって豚バラのあの肩肉1キロ126。あ、豚バラあった、薄いですよね、これ。豚バラチックじゃないですか、これ豚バラ、多分豚バラっぽいですよね。お、スライスありました。へえ、香港の時スライス全然見つけられなくって、自分でスライスしようとしていつも失敗しました。
はい、お高いのがこちらなんです。なぜかわからないわけじゃないけど、タイってビーフ高いんです。ビーフの入ってる食品っていうか、レストランとかで入ってる料理も結構高い。ビーフはあんまビーフ食べはらんですよね。でも結構タイ料理ってビーフ入ってないの多い。海鮮か鶏か豚っていうチョイス多いんだけど、何見よう。まあそれこそミンチじゃないですか。これ105だったらそんな高くない。200円、そんな高くない。サーロイン、サーロインが 250g で133。そんな高くないじゃん。なんで安くない。これグレインフェッドだから高いんですかね。穀物を与えてるビーフちゃんのストリップロインステーク、295バーツで 180g。 なんでさっきのやつあんな安いんだろう。結構ねビーフどこでも高いんですけど、さっきのなんか知らんけどミンチだからなのかな。ビーフこんな感じの値段なんです。これはグレインフェッドのリブアイステーキ、400バーツってことはまあ 180g で1600円とか。さっきのやつがただめっちゃなんかお得なビーフ見つけた気分。もしだから料金抑えて料理をしたいんだったら、本当にクロント市場とかでショッピングをするか、もしこういう普通にスーパーで買いたいっていう方だったら、豚とチキンで攻めるのが私はおすすめです。野菜シリーズ、タイっぽい野菜シリーズ、タイっぽい野菜紹介します。これナスビですよね。このちっちゃいナスビ、ちっちゃいナスビ、これもナスビ、ちっちゃいナスビシリーズ。これ何に入ってます。カレーとか。あのグリーンピースみたいな感じのやつだ。あと、なんかすごいタマリンドみたい。なにこれ。まあチリね。あと珍しいのでいくとこれ、あ、いつも入ってるのこれだ。あのサヤエンドみたいに読んだやつ。珍しい野菜たちがいっぱい入ってる。なんか私がたまに買うのこれ、詰め合わせ。なんかお鍋とかするときにこれ、こういうのねめっちゃ便利なんですよね。もう入れるだけ。ただすき焼きとかの材料とほぼ似てます。私今お酒コーナーにやってまいりました。前もどっかで話したと思いますが、お酒結構酒税かかってるので高いです。高いんですけど、今日はタイのお酒をちょっとご紹介したいと思います。まず、タイのお酒ビアちゃん、じゃん、めっちゃ可愛いパッケージ。して、これビアちゃんめちゃめちゃスペース取ってますよね。タイの三大ビールの一つなんですけど、これビアちゃんのコールドブルーも美味しいんですけど、私が個人的に好きなのはこちらエスプレッソラガー。ぜひ飲んでみてね、これ美味しい。そしてそのお隣にありますのがビアシンハー。これもタイ三大ビールの一つで、個人的にはチャンよりもこっちの方がしっかり味が出る気がするので、私もしビールだけ飲むんだったらシンハにします。でもご飯食べるんやったらチャンにします。あ、ちなみにこれも美味しいですよ、シンハのラガ結構ビール好きはい、次三大ビールのまたもう一つリオ。結構私が飲むのはシンハとチャンが多いんですけど、リオも、美味しい。なんかチンタオみたいな気分で結構スッと入ってくるイメージです。じゃあこの 350ml で33バーツ、35バーツ、37バーツ。あと焼酎、ラオカオ、噂のラオカオです。その地域で作った韓国の焼酎とか、味がついてるソジュ、韓国でなかなかないこのコンベとかブランドが出してる焼酎になっております。このチャミスルとかはジンロが作ってるブランドで、まあ韓国にもあるやつじゃないですか。でも値段が全然違うでしょ。ってこっちは見てください、多分現地で作ってる、だから半額ぐらい、ほぼ半額か、まあ3割引きぐらいね。ラオカオティナイカ、ラオカオ、ラオカオ、1分。日本人です。ラオカオないかなと思って。あったあった、ありがとうございます。すいません、オープンか、上手、ありがとうございます。どれが美味しいですか。美味しい、好きなの。どれが美味しい。美味しいです。飲む、飲みます。たまに砂糖ちょっと飲む。いつも何飲みます。好きなのブランド教えてください。美味しいブランド、タイ人おすすめの、好きなの、個人的にでいいです。お姉さんが好きなの、タイ人がおすすめするラオカオ、やっぱこれ。でも私もねこれ飲んでみたんですけど、これはねウーロン茶とかお茶とかと混ぜると飲める。全然なんか焼酎の茶割りみたいな感じで飲める。
これとこれも確か飲んだけど、これ結構度数が強くって、でもこれも茶とかで割ると、お茶とか割りすると飲めたくなるけど、癖強いこの子でした。このブランドのだからここまだトライできてなくって、こっちのこうこのラインをまだトライできてないんですけど、まああの子が癖強だったからちょっとまだトライできてないところが現状。まあ、大瓶で400円、だからまあ多分度数高いから1日で飲み終わらない。だって40度とかですよ。30、40、35とかで結構度数が高いんで、日本の焼酎より。日本の焼酎25度ぐらいですからね。はい、じゃあウイスキー、タイのウイスキー、タイウイスキーの方を紹介させていただきたいと思います。タイウイスキーのブランドの一つがこちら、ホントン。飲んだことあったかな、買った気もするけど、うちにあったか。こちらがブレンドっていうウイスキーで、これは飲んでみたんですけど全然美味しい。あのハイボールとかにしてもらうと全然日常の、あの一杯として晩酌としていい感じ。こちら2種類ございます。ブレンド285、これもタイのウイスキーです。これを確か私買いました。でも私まだ開けてないです。次、多分皆さんが気になるのは多分いつも飲む系のやつですよね。香港人とかこのブラックレイブルめちゃめちゃ好きなイメージなんですけど、値段こんな感じ。何リットル、これ1リットルですね。これは香港よりは安い。香港はブラックレイブルとかの値段がもう上がってるから、人気が高いから比較しづらい。日本でいくらぐらいなんだろう。サントリー各はこのボトルが1本が4000円でしょ。2倍以上しますよね。500円ぐらいじゃないですか、コンビニとかで買っても。まあ輸入品なのかしら、各瓶。モンキーショルダーとかよくカクテルとか使われるやつだけど高いっすね。やっぱそんな安くないっていうのが実際の印象です。てか物によっては香港の方が安い、ウイスキーとか。2階行く、広いここのスーパー本当に。お、ここちゃんとハラールフードセクションありますよ。ハラールフードセクションがある。2階に来ました。はい、2階でご紹介したいものは1つ、トイレットペーパー。私的にトイレットペーパーが結構高く感じてて、高くないのかな、どうなんだろう、なんか比べ方が分かんないというか、ちょっと一玉あたりの値段、一ロールあたりの値段とか調べたことないんですけど、なんかトイレットペーパー種類めちゃめちゃあるし、でかいんです。めちゃめちゃ大きいんです。1個が下のとことかすごい、多分30ロール40ロール入ってるようなものがねあるんですけど、これ例えばなんか人によって多分その好き好きが分かれるのがトイレットペーパー。これとか私使ったことあるんですけど、あのすぐなくなるタイプのやつ、薄いくてそんなにしっかり詰まってないタイプ、伝わる、これが好きな方もいらっしゃるし、なんかいやもっとしっかりしないとっていう方もいらっしゃるから、柔らかいしすぐなくなるやつ、ふにゃふにゃ系だから、まあ、これで考えると135、高くない。だって例えば500円超えですよ。でも24ロールだから、でも日本でも24買うでしょ、このサイズですよね、日本で買う時も。で、私が結構いいなと思った紙を紹介する。これ使ってよかった。これこのスコットのこの、これ結構多分お好きな方多いと思う。結構しっかりタイプの、あのなんていうの、いい、ちょっといい紙タイプ、わかる、この気持ち。ホテルとかにありそうな、なんていうの、なんか最初マジでトイレットペーパー買うとき、これあ、ワンちゃんのだと思って、まあ、買わんどこうと思って他のとこ探してたけど、トイレットペーパーじゃなくてこれ、あ、犬用のやつかと思って、ちょっと違うとこ行って、トイレットペーパーどこですかって言ったら、あれだよって言われて、え、犬用じゃないんだみたいなのが多かった。で、このトイレットペーパー結構なんかいいんだけど、スコットとかね、まあこの辺ですよね、値段的にいくと24ロールだから多分230とかでしょ、ちょっと高いの。230って4でかけたら900いくらしますからね、20。だから安いの買っちゃうとすぐなくなるしみたいな。この辺ね、めっちゃねいいラインなんですけど、良すぎて買えない。24ロールで400バーツですよ、1600円。これだって24ロールに1600円払えなくない。だからなんかその間を行っていつもスコットら辺を買う。今回の動画はいかがでしたでしょうか。
ぜひコメント欄に感想など書いていただけますととっても嬉しいです。まだの方はぜひチャンネル登録お願いいたします。